長すごい怖い顔してたけど、ねえ、あの尾崎って客に何か言われたの？ちょっと何があったか教えなさいよ。そんなこと言われても I'm be silent。 やっぱりあの男、あやが目的じゃなかったんだ。は？ちょっとそれってどういうことよ。あんたに教えられるわけないだろ。あん店長、めぐにゃんには教えて。ほら、ですから私の口からは、はぁ、へぇ、おしぼり屋さんのフルーターだ。ボケがついてない。はぁはぁじゃない、ちょっと待って。店長、今日私とのアフター付き合ってくれるわよね。あや、尾崎に何言われたの？はあ、もっとちゃんと止めるんだった、あんな男と付き合うなって。でも、あや見てたら止められなくなった。なんたって、尾崎はあやがキャバ嬢になって初めて心を許した男だったもんね。それじゃあアフター楽しみましょうか、3人で。何？クラブピアノナンバー3のご指名とは嬉しいね。もちろんただじゃないってことわかるわよね。当然だろ。で、何が知りたい？だからあの尾崎って男は R1 の権利を買って、札幌は鈴木の、名古屋の栄、大阪の北と難波、福岡の中洲、全国の歓楽街で一斉に R1 を開催するのが目的らしいって。なるほど、 R1 の全国展開ってこと。スイッチオン。確かに裏がありそうね。その辺のところどうなの？スイッチオフ。あれ、おかしいね。やだ、スージーちゃんったら。店長のこと気に入っちゃったみたい。